東京ラーメンショーは日本で毎年秋に開催されるラーメンのイベント。主催は東京ラーメンショー実行委員会と日本ラーメン協会。本イベントではタイトル通り全国各地のラーメンを集めて前半と後半に分かれて駒沢オリンピック公園で開催。第1回は2009年5月29日から31日まで開催。第2回以降は秋に開催されている。 同年に発生した東日本大震災の復興支援を行うイベントとして位置づけられ、売上金の10%を義援金として寄付するほか、青森、秋田、岩手、宮城、福島の被災地5県によるご当地ラーメンブースの特別出展を行った。また会場内にて、ラーメン以外の東北物産の販売や観光 PR も行う特別コーナーも設けられた。 今回より二部制による開催期間の延長及び開催時間も延長となったため来場者数が大幅に増加し約50万人が来場した。出店店舗今回はラーメン屋のスイーツブースが新設された。出店店舗ラーメン大好き小泉さんの主人公である小泉さんがスペシャルサポーターに就任、会場で作者の名ミナルによるサイン会が行われた。 出店店舗出店店舗出店店舗この回より会場でラーメンを購入した来場者の投票によるラーメン投票ランキングが開始され幕の優勝点を決める試みが開始された。出店店舗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 ,店店舗新型コロナウイルスの影響により初の開催中止となった。ありがとうございます。